MK ミュージカルカンパニーはエクスカリバーのチケットオープンを控え、アーサー王役にジュンス、カイ、ウンワン、ドギョムの4人が選ばれたことを明かした。アーサーは王の運命を背負った青年で、エクスカリバーという剣を抜いてから運命に翻弄される役だ。初演にも出演していたジュンス、カイ、ドギョムの出演が確定していた中、ウンワンも新たに合流することとなった。ジュンスは2019年初演当時にもジュンスなしでアーサー王を語れないと評価されるほど、大きな存在感を示した。彼はナンバー別に変わっていく表情に盾や戦争シーンで躍動感のあるアクションまで見せていた。カイも初演に続いて再びアーサー王役に選ばれた。初演からアーサー王にのしかかる重たい現実と裏切りを前に苦悩し、成長する姿を魅力的に表現したと評価されていた。前回の初演でミュージカルデビューを果たしたセブンティーンドギョムも出演が決まった。グループのメインボーカルとして広い音域と清々しいほどの声量、実力とビジュアルまで兼ね備えたドギョムはエクスカリバーを通してミュージカル俳優としての可能性も十分に見せた。新たに合流したウンワンはメンバー全員がボーカルと呼ばれる実力派グループ B2B のリーダーでメインボーカルだ。エクスカリバーは古代イギリスを背景に王の宿命を背負った人物が苦悩と混沌に打ち勝って成長していく姿を描いた作品だ。初演当初から面白いストーリーと美しいナンバーで、着席率 92%、約12万人の観客動員に成功している。チケットは7月上旬から発売され、公演は8月17日から始まる。BTS、防弾少年団シュガー、アイドルチャートによる夏休みを一緒に過ごしたいスター1位に。2位、J-HOPE。3位、チャンミンホ。4位、ラップモンスター。5位、パクジフン。6位、ベクホ。7位、サナ。8位、AB6。9位、ファンチヨル。10位、ホンジャ。歌手兼俳優のイジフン、10月の結婚式を前に婚姻届を提出したことを発表。相手の女性は14歳年下の日本人であることも明らかに。エイプリルメンバー、イヒョンジュとの確執について直接語る。ある日ヒョンジュが10万ウォンがなくなったと言い、同じ部屋のジンソルを犯人だとしてポケットの中やバッグをひっくり返されたりした。合宿所内や外部の防犯カメラをすべて調べたが状況はわからなかった。私たちはヒョンジュといるといつも犯罪者扱いされた。練習室でイエナとジンソルが足を引っ掛けて殴ったと主張したことがあり、防犯カメラを見てみたがそういったことはなかった。みんながご飯を食べようと言うとヒョンジュは食べたくないと言ったくせに、事務所に着くとみんなが私を抜いてご飯を食べに行ったと言っていた。